です。今から新宿を散歩します。よろしくお願いします。雨降ってる？降ってない。よし、今がチャンスだ。映像と音声問題ない？まだ16個ありがとう。のんちゃんこれ持って。財布入れた？うん。よし、運動不足解消するぞ。ウォーキングだ。散歩行こう。はい。なんだよ、運動しないと。家に引っこもって寝てるだけなんだからね。さあ行こう。映像と音声問題ない？みんな映像と音声問題ないですか？はい、いらっしゃい。はい、みんなワード2。問題ない。OK。お散歩します。帰りは電車で帰るから放送はしません。行きだけ歩きます。電波ない。あれ？見えてない？見えてる？途中昼、いや、さっきご飯食べたばっかりだもんね。お腹いっぱいでしょ？うん、のんちゃん危ないからこっち。若干降ってる。ね、カレー屋さんだからそこ。知り合いってのんちゃんだけど、リュウホーデスマスいらっしゃい。おはよう。のんちゃんだよ。
最近何してた？いや、毎日放送やってるよ、ゼルで。もう、最近何やってたっていうか、自分でも覚えてないぐらい毎日毎日放送やってるよ。放送しかやってないよ。はい、かかいらっしゃい。毎日放送です。今日は電波快調だね。全く問題ないね。セミの声がすげえな。時間が合わなかった？来てくれて嬉しいよ。外は、いや今日涼しいよね。ね、歩きやすい。全然暑くない。むしろ肌寒いぐらいだよね。そうでもない？ちょっと暑い。ちょっと暑い。これは全然涼しいなと思うけど、今日は。なんだろう。いや、調子いいね。ね、わかんない、練習してるかどうかは。のんちゃん、ご飯美味しいよ。なんか、作り始め、たまに作ると下手なんだけど、作ってたら普通に美味しいよ。忘れちゃったんでしょ。いや、1時間ぐらいかかるよ。俺ら運動不足だから歩こう。だからのんちゃん配信さっきやる前、もう出たくないっつって。和藤さん一人で行ってっつって。ちょっと怒った。撮ってるから歩こうって。運動不足ダメだよっつって。怒られたもんね。怒られたよ。ダイソーはすぐ近くに歩いて5分ぐらいにあるんだけど、セリアっていうおしゃれな100均があって、そこに壁の棚を買えるのよ。100円で。壁の棚を買いに行く。セミうるせえな。ワンワン鳴いてるよ。でもほら、沖縄でさ、ほら、セミの音聞いてたじゃん。遅かったよね。そしてセミの鳴き声が鳴くのは。次で行こう。普段繋いでるからいい。機材持って手繋げないよ。俺は春と秋が好きかな。秋が好き。夏が一番嫌いっすね。
信号待ち。お、可愛くない？可愛いでしょ。そんなに変？で、変じゃないよね。ハンクスだから。可愛いよね。ねえ、なんでこんな言われないといけないんだろう。全然変じゃないよね。おしゃれだよね。すげえディスられるんだけど。ねえ。赤似合う。ランドセルの方が高い。このバッグ6万ぐらいするけどね。ランドセルってそんな高い？そうだね、持ってる人間が可愛いからね。いいやつ5万もすんだ、ランドセル。あ、確かに妹のランドセル12万とかだったな。妹は海外のなんか特注のやつだったから。妹のランドセルめちゃめちゃかっこよかったんだよ。12、3万してたよ。そのさ、ランドセルでさ、すげえ嫌なエピソードがあって、俺 CM でララちゃんランドセル見て、親に買いたい買いたいって言ったの。ララちゃんランドセルがいいっつったら、なんかふざけんなって怒られた母親に、あんたは6000円のランドセルで十分なのよっつって、スーパーの安いなんか6000円か8000円のランドセル買わされたの。で、妹が今度2年後に入学するんだけど、じゃあ妹はその12万の高級のランドセル、なんか外国製の青の皮、青の本革できてるやつ、これがいいこれがいいっつったら、母親なんて言ったと思う？バカ言ってんじゃないの、ララちゃんランドセルにしなさいって言ったからね。俺の時はさ、ララちゃんランドセルダメよって怒られたのに、妹の時はダメよって、こんな高いのダメ、ララちゃんランドセルにしなさいって怒られてて、俺傷ついたよ、本当に。こんにちは。ここヒルトンだね。ヒルトンホテル。うん、ヒルトンホテルっすね。そうそう。フーフーマンおはよう。そう、渋谷のヘルツだよ。作ってもらったっていうか、ここはあの一点一点手作りで、あのオーダーだね。まああの店に並んであるラインナップは変えるんだけど、凝ったカバン作るときは、凝ったカバンっていうか、その色が赤の場合はほら履けないじゃん。赤買う人少ないから、だから特注になった。でセミオーダーでちょっとパーツとかを変えてもらった。家庭崩壊は、その時は別に家庭崩壊はしてなかったけど、母親狂ってんなとは思ったよ。マニパニじゃなくてね、ホーユーですね。株式会社ホーユーのストロベリーレッドですね。そうそう、駅方面。ここ方南通りっていうの。俺通りの名前わかんないんだよね。ここ方南じゃない、方南じゃないらしいね。帽子熱い、なんかうるせえな帽子。髪の毛セットしてないから被ってただけなのに。じゃあいいよ、撮るよ。なんでみんな帽子いじんの。熱そう熱そうってすげえ言われてる。じゃあいいよ、帽子撮るよ。昼飯は別に腹減ってないかな。腹減ったら、俺が腹が減った時が昼だから、ね、俺が起きた時が朝で、俺が腹減ったら昼で、寝る時は夜だよ。あ、山手通りって名前変わってんだ。帽子ない方が可愛い？今日髪の毛セットしてないから恥ずかしいよ。中央公園過ぎたよ、もう。今、ラブの前だね。そっか、ザックさんは、ねえ、あれだもんね。今タイだもんね、バンコクだもんね。部屋で見るのだいぶ色違う。そう、
まあ、部屋の場合照明がねあれだから、まあ、これが自然っぽい色っていうか今その肉眼に近いかな。普段外配信、昔はよくやってたけど、最近は部屋の中引こもってるね。そうそう、ラブね。もう四六時中写真撮影です。タカさんこんにちは。え、ガキツカの収録あった？ここで懐かしいでしょ。ジャックさんは何、新宿とか住んだことあったの？外配信、うん、お散歩だよね。うん、お散歩。こんちゃん、こっち側歩いて自転車引かれるから。あ、そうなんだ。俺新宿5丁目だよ、住んでんの。歌舞伎町は通らないかな。近くに、そうそうそう、今目の前にあるほら、モード学園。そうそう、コクーンタワーっていう、かっこいいよね。コクーンタワー2番目に好きだね、建物。芸人さんっていうか芸能人はもう一日都内歩いてたら絶対会うっていうレベルだ。よく見るよ芸人さんっていうか芸能人全般で言ったらね。芸人さんも見るけど俳優さんとかいろいろ見るね。東京だとまあ普通じゃない？23区だと。うん、今度はまた2。あ、アイランドタワーで働いてたんだ。ニュースキンニュースキンやってたの。アイランドタワーのイメージ、ニュースキンしかねえわ。ガキツカの収…収録しやすいのかね。前髪伸びてきた。まあ、楽しいよ。日本橋は近くはないかな。っていうかその東京の人の近いっていう感覚とその田舎の人の近いっていう感覚はだいぶズレがあると思う。俺自分の最寄り駅40分だったのよ歩いて。俺の足で30分ぐらいで着くんだけど、なんか40分歩いたらね高田馬場まで行けるし、どこまで行けるかな、40分歩いたら渋谷にも行けるし、なんかその近いか遠いかっていう感覚がずれてるよね。はい、おはようバタフライテール。東京狭い狭いのよ。
例えば高田馬場とか大久保とかも新宿区内なのね。だから西新宿も歌舞伎町も全部独立した街っぽく見えるじゃん。高田馬場って学生街とかさ、家から中野に入れるし渋谷区に行けるし。職員さんいらっしゃい。23区はすごい狭いよ。だから40分歩いたらブロードウェイまで行けちゃうし、あの高円寺とかも行けるし。そう、感覚が全然違うんだよね。電車で30分以内にどこにでも行けちゃうから。そう、電車で30分にどっからでも収まるのが新宿23区って感じ。あ、新宿じゃない、東京23区だ。反対側の上野までも30分で行けるかんね。雨降りそうだね。交通量今日全然ないよ。お盆入ったからもう、あの東京は人がいない。今日はごっそり人がいなくなるの。びっくりするよ。だから正月の新宿とか誰も歩いてないの。風船ありがとう、あややまさん。どこの区に住めば一番便利？便利？アクセスが便利なのは、まあ新宿が一番便利だと思うけど、あとどこだろう？池袋。池袋は埼玉の方に行きやすいし、西東京に行くんだったら新宿とか、まあどこでも変わんないよ、そんなに。上野とかは千葉の方に行きやすいしね。だから池袋は埼玉県の一番栄えてる都市だっていう噂があるし上野は千葉県民の一番栄えてる都市だっていう噂があるよ。そうそう、まあどの松が好きか選べばいい感じじゃない。色落ちてきたかな。また落ちた。俺色、髪の色、あちょっとね、ね、ちょっと落ちたね。もう入りづらくなってきた。抜きすぎなんだよ色。パフェありがとう、あや山さん。まあ東京はまあどこでも便利だよね。だから路線で言うかな、何線沿いに住んでるっていう言い方をする、この辺の人は、うん、もっと鮮やかな赤だったんだけどオレンジっぽくなっちゃってるね。はい、てつさんいらっしゃい。どこ行くの？散歩で100均に行こうと思ってる。セリアっていう100円均一。花火ありがとう、ヒーローさん。ダーン花火ありがとう。車意外と少ない。お盆だからみんな田舎に帰っちゃった。今駅前着きましたよ。これが新宿の西口です、うん、今これが駅前です。歌舞伎町の反対側ね。109は女の子の服屋さん、うん、雨降ってきたね。セリア、まあ俺の家の近所にもないよ。今駅前に着きました。外で見ると明るい、うん、今白飛びしてるかな。なんか映像が白飛びしてる。余計白飛びした。カメラの性能によって全然違うんだよね。あ、そうなんだ。スターさん、山なんてないよ。空がない。圧迫感がすごい。だ沖縄行ったら感動するのはそこなのよ。空が広いから。
テリアにある棚があるんだよ。木の棚が売ってて、それを買いに行く。関東平野は山がないですね。てかもう中国語ばっかりだからな。日本じゃないよここ。小雨がすごいな。そうそう、棚が便利なんでいろんなの売ってて、中国人だらけだよもう。声かけられますよ。だいたいもう和道だって言われて、放送見てるよとか、リスナーですって声かけてもらえるね。風景が見れて嬉しい。まあだいたい1日1回か2回ぐらいかな、外配信やって1日分回してたら。この前もテルとボーリングやったじゃん。あの時声かけられたよ、配信切った瞬間。まあ見られるでしょ、パソコンで放送やってんだから。それは目立つでしょ。他人の目線で見る、俺がどんな感じで放送やってるか。こんな感じだよ。これ目立つでしょ、こうやって喋りかけてんだよ。それあいつ何やってんだってなるでしょ。引きで見るとこんな感じだから、どうもーっつって。みんなさ、そのこの画面に見慣れすぎてんだよ。左手にパソコン、右手にパソコン持って配信やってんのも。いやごめんなさい、僕道路の名前わかんないっすね。目立つでしょ、それは振り返るでしょ。ファッキンあるよまだ。そこね、あれファッキンなくなったのかな。前髪、いや俺前髪切ってないよ、前からこんな感じだけど。俺パソコン配信だよ、だから画質が異常にいいでしょ。工事中？ファーストキッチンなくなるかもね、工事中だわ。まあ目立つよね。よく言われるのが YouTuber とか言われるけど。あ、こんな感じですよ。そうなんだ、30年以上前にあんだ。なんで赤と黒が好きだからだね、わかんない誰か。まあ今みたいな感じで毎日毎日そんな感じだよ。俺の配信見やすいよね。今はね、東南口っていう方に来た。西口から移動してきたよ。お疲れー、あゆちゃん。ジロジロ見られるのは慣れっこだから。まあ携帯スマホ配信だとだから便利でいいなと思うよ。だってね、テレビ電話かなとかさ、あんま目立たないじゃん。パソコン目立つんだよ本当に。いや多いっていうか、まあそれさ、パソコン持ってさ、パソコンに向かって喋りかけてるやついたらさ、なんだよってなるでしょ、あいつなんなんて。だから最初の頃恥ずかしかったけど、もう慣れたよね。そんなんでいちいち恥ずかしがってさ、外配信なんかできねえよ、まあ、ビルばっかっつうか、まあビルしかないよ。パソコンいいでしょ、慣れっこだよ、職業病だよね。のんちゃんが一番恥ずかしいよね。だから離れて歩きたいんだよ。巻き添えだよね。他人のふりする。いや、こっちの方は日本人の人が多いかな。さっきの西口のところはヨドバシカメラがあるから、
非常に中国人が多いんだよ。風船ありがとう。こっち側にいる人は日本人の人が多いかな。新宿のバスターミナルがあるからこれが新しくできたバスターミナル。多分ジャックさんとか知らないでしょ。あの西口の方にバスターミナル点在してたんだけど、全部ここにまとまったの。今だからこっち側にあるのが全部バスターミナル、統一されてますね。新宿バスターって。のんちゃんあとコミュ障だだから予想してんじゃなくて、とにかく人が多いところ苦手なの。のんちゃん大冒険だから大丈夫だよ。歌舞伎町の店はもうやってないですね。ハワイアンゴリラさんいらっしゃい。もうとっくに2年ぐらい前に辞めましたね。もうやってないですよ。田舎者にはついていけない。まあね、世界で3位だったっけ、あの駅の交通量。何千万人って使うからね。新宿駅は確か日本1位で世界3位とかじゃなかった。ワッツさん風船ありがとう。俺も人混み苦手だよ。コミケは興味ないかな。はい、ナミニャンワード2。だからみんなに高画質を届けるために努力してるんだよ。みんなのために俺は恥をさらしてるんだよ。みんなが綺麗な映像を、みんなに綺麗な映像を届けるために俺一人笑い物にされてるんだよ。悲しいよ。このコミケ全然関心ないかな。髪の毛がセットしてくればよかったな。髪うぜえ。はい、庄司さんはどつ解放。おはよう。お盆休みだから人がいないんだよ。全然人いないじゃん、ね、いつもの5分の1もいないよ。多分どれくらいだろうな、いつもの8分の1とかそれくらいの人の量だね。全然いないでしょ。全然いないじゃん。人いないでしょ。もっといるもん。8倍ぐらいいる。全然少ないよ。もともとここら辺は何もなくて、戦後は闇市とかだった。歌舞伎町とか闇市とかだったんだよね。今日はちょっとセットしてないから帽子かぶってたんだよ。そしたらすげえなんか帽子暑いとか言われて脱いだ。ワッチのアカウントは1個しか持ってないよ。なんで？ねえ、ガラガラだよね今日。もうねえ、戦後の匂いなんてないよね。カバンの色と一緒だね。そうだね。あ、ギターの弦買おうかな。ギターもう2ヶ月弦張り替えてないからさ。大塚家具ありますよ。どこだっけ。あったあった、目の前だ。大塚家具ありますよ、目の前。高くて買えないけどね、ここさ。で、今あそこの丸い行くの。あそこののんちゃん長袖だよ。リストカットの跡がすごいんだからフ
ベルセルクのガッツより傷が多いかね。マルイのスポーツ館じゃなくて百均のセリア、また並んでるね。ここすごいよね、いつもね。どんだけうまいんだろう。牛カツの元村っていうこのお店いつも行列なんだよ。そんな美味しいのかな。丸いにセリアがあるよ。今日は信号運が悪いね。ギリギリダメだね、いつも。あ、そうなんだ。牛カツいつも並んでるんだよね、あそこ。なんだろうね、信号よくぶつかるね。ねえ、カツって言ったら豚だよね。牛カツ食べたことない。あ、そうなんだ。知らなかった。新宿御苑行ったことある？行ってみるよ、散歩しよう。嫌なの？遠いもん。いや、すぐそこだよ。緑すごいよ、森だよ、本当に。え？雨降ってきたよ。雨降ってきたのはあるけど。あー、髪薄い。そう、人混み大嫌いなんだよ、のんちゃん。こっち歩いてそうそうな、お弁当買ってランチとかね。御苑いいよね。もともと昭和天皇のゴルフ場だったんだよね。いや、結構人いたよ、この前行った時は。東京夜から雨だ。お、じゃあ丸い着いたわ。40分か、家から。いい運動でしょ？あれ？どこ行った？いい運動になったでしょ？汗かいた。うん。汗かいてないからダメなんだよ。うん。じゃあ皆さん目的地に着いたので、また後で配信します。ありがとうございました。アイテムありがとうね。お疲れ様。また後で放送します。
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。